ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの鍵野貴彦です。さて今回はですね、優勝しました、初場所で優勝した大栄翔についてお話をしたいと思います。大相撲の初場所は大栄翔のですね、初優勝ということで幕を閉じました。その大栄翔についてですね、ちょっとお伝えをしたいと思います。まず今回のですね、目次なんですけれども、大栄翔のプロフィール、そしてですね、実は大学院生ですよということ、さらにはですね、埼玉出身初の優勝者、そして彼は実は親孝行ですということでですね、まとめていきたいと思います。まずですね、彼のプロフィールからご紹介をしていきたいと思います。彼大栄翔はですね、小学校1年から、相撲に興味を持ってですね、相撲を始めました。で、中学校時代ですね、実は学校では園芸部だったんですって。園芸部で、キュウリとかね、ゴーヤとかね、ナスとかなどをね、育てていたそうですよ。で、それとは別にですね、少年相撲クラブにね、週に1回足を運んでいたと聞いております。まあ、とにかく相撲が大好きだったということなんですね。そしてですね、埼玉栄高校に進みました。そして相撲部に入りましてね、なかなか目が出なかったんですけれども、高校3年生の時にですね、身を結びまして、なんと団体で準優勝、そして個人ではですね、3位に入りました。で、その後にですね、2012年の初場所に初土俵を踏んでですね、あれよあれよと進んでいきました。平成ですと24年ですか、2012年で初土俵、そして平成の27年ですね、秋場所に、新入幕ということなんですね。序ノ口で優勝して、三段目で優勝して、十両でも優勝して、今回幕内でも優勝するということでですね、本当にすごいことなんですね。で、頑張りました。で、まあ、肘のね、手術等々もあったんですけれども、本当に頑張ってくれましてですね、見事な優勝だったと思います。まあ、これ簡単にね、ご説明しましたけれども、182センチで160キロ、得意は突き押しでございます。目標がね、現在の理事長の八角さん、ね、元横綱北東美、このですね、取り口を非常に研究してまして、目標としているそうです。その八角さん曰く、理事長曰くですね、自分より、ね、俺よりも突き押しは強いであろうというふうに言ってますんで、あと集中力ですね、これを磨いていけというね、そんなメッセージが出ておりました。もう理事長お墨付きということも言えるんじゃないかなというふうに思います。そんなですね、彼でございます。そして、彼はね、すごく勉強熱心なんですね。今大学院生なんですよ。実は日本大学のですね、大学院に行ってるんですね。で、彼は、大学には行ってないんです。じゃあなぜ大学院に行けたかってことなんですけれども、埼玉栄高校卒業しましてですね、大学院側が本大学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めたためと言ってるんです。ですから大学院生になれたということなんですね。これすごいことですよ。で、彼はですね、今ファミリービジネスというね、テーマで、頑張ってます。昨年の4月に入学しまして、来年の春卒業予定ということで、レポートをね、随時出してるんですね。本当に稽古は一生懸命やりますし、勉強も一生懸命やるということでですね、実は将来のためということで彼は歌ってます。まあ、今日ね、最後に親孝行というテーマでも締めくくるんですけども、それにも関わってくるんですね。まあ、お楽しみにお待ちいただきたいと思います。まあ、そういう意味ではすごく勉強熱心であるし、稽古熱心だよというね、この大栄翔でございます。そしてね、なんといってもですね、埼玉出身ってのは嬉しいじゃないですか。私埼玉在住なんですよ。で、埼玉出身で初めての優勝者、幕内の優勝者が出たんです。埼玉県で初めて、ね、これは非常に嬉しい。私ね、はっきり言って大栄翔ノーマークだったんですよ。あんまり知らなかった。で、調べてみたらね、本当にね、面白い男、興味深い。まず埼玉県出身ってのはいいですね。素晴らしいですね。春日部だったかな、彼ね、非常に素晴らしい。で、埼玉栄高校出身ということなんです。実は貴景勝が埼玉栄高校の後輩なんです。後輩が先に大関になっちゃったね。ということなんですね。大栄翔の方が先輩でございます。大栄翔の方がね、2つ3つ先輩ですね。年齢的に言うと同じ、埼玉栄高校の相撲部でございます。貴景勝はちなみに兵庫出身で、で、まあ、お相撲を取るために高校はね、埼玉栄高校に入ったんですけども、大栄翔の場合は初めからね、埼玉県出身で、まあ、埼玉の相撲の強いところに行きたいということでですね、その
埼玉栄高校に行ったということになります。埼玉出身でございます。さあここからがですね本題でございます。彼はすごいですよ。親孝行なんです。彼を語る上で一番のキーワードは私には親孝行だと思います。親孝行、実はね彼はね母子家庭に生まれてるんです。お兄さんが一人いるんですね、女で一つでですねお母さん育ててくれまして、ね、こういった逸話があるんですね。 お母さんが卑弥呼さん、そしてお兄さんがですねお兄さん和直さん、お兄さん30歳です、ね、お母さん今58歳、ということでございます。で、相撲をずっとやってきました。で中学校でもですね、少年相撲クラブに席を置いておりましたんで本格的に相撲がやりたいということで埼玉栄高校に行きたいと言ったんですよ。で埼玉栄高校って私立じゃないですか。お金かかるんですよ。で当時お母さんはお弁当屋さんで勤務してたんですが、とてもじゃないけれども私立に行かせるお金がない、どうしようって悩んでいたんですって。子供のためだ、なんとかしてあげたいと思った時にですね、なんとねお兄さんがいるんです。和直さんがね声を上げたんですよ。3つ上のお兄さん、お兄さんは大学に進学するつもりでした。ところがお母さんのねその思いを汲んで、だったら俺大学に行かないよと、俺仕事するよって就職するよって言ったんです。でやつの学費を出してあげたいって言ったんです。でまあ素晴らしいじゃないですか、このね親子愛兄弟愛。その時の条件としてね、大栄翔にはお兄さんは絶対に高校は辞めるなよって、これを条件だということでずっと学費を工面してたんですって。ボーナスがあればその学費に充てるとか。で彼はそれをやはりずっと思っていたんですよ、ね、お母さんのおかげだ、ね、兄貴のおかげだ、その思いがすごく強かったから、なんとかして相撲界に入って恩返しをしたいんだっていう思いでずっと相撲を取ってたんですって。で今回晴れて優勝できた、井の一番に報告するわけですよ。もうお母さんも、ね、お兄さんも万々歳どこじゃないでしょうね。すごいですよね、よくぞ頑張ってくれたと、いうことですよ。でこれがね彼を語る上での一番の私はキーワードだと思いますね。で彼はお母さんのためにね、兄貴のためにと思ってやりました。人のために動くっていうのがやはり人間一番パワーが出るそうですね、うん、自分のためにというよりも人のために頑張るんだっていう思いがですねやはり大きな力になると聞いております。ですから彼はこの優勝という偉業を成し遂げられたんじゃないかなというふうに思いますね。いや本当にいい話だと思いますよ。今度は次の目標大関ですよ。一度関脇まで行きました。実はですね昨年の名古屋場所からカウントをすると11勝4敗だったんです。で秋場所5勝10敗だったんですね。なぜかっていうとね、なぜかっていうんですけど、あの肘ちょっと痛めちゃったんですよ。で、まあ、5勝10敗大敗を喫してですね場所後に肘の手術をしました。で九州場所を迎えましたら功を奏しまして10勝5敗、そして今場所13勝2敗ということですから力をつけていった、ね、その時にちょっと肘壊してしまったんで手術をした、治ったら10勝5敗、そして今場所が13勝2敗ですから十分に役力士としての、ね、三役としてのですね、力は十二分に備えていると思います。ですから次の目標はですね、大関ですね。大関ね、先に後輩が言ってますよ。貴景勝がそこに追いつけ追い越せという形になっていくと思います。貴景勝と同じ押し相撲なんです。ただ彼の場合はね、大栄翔の場合は元四つ相撲だったんです。四つ身も覚えろといえば取れると思います。彼がどういう選択をするかは分かりませんよ。分かりませんけれども、北勝海、ね、八角さんが横綱に上がるために四つ身を覚えたのと同様に幅を広げた取り口を身につけるかもしれません。そうするとその上の地位ね、横綱というのを狙えるかもしれませんね。ですからそういうね、非常に可能性のあるですねお相撲さんであったということがよく分かりました。非常にユニークです。さらには彼は今度性格ですね、性格、とってもねいじられキャラなんですよ。これも面白いじゃないですかね、そう思いませんか。彼はですね高校の後輩である貴景勝ねにいじられちゃったりとか、あとね大野翔あたりにもねいじられるんですって。でもね全然それね意に返さないそうですよ、まあ、笑って済ますそうですね。ですからすごくいい性格なんですね彼ね、うん、あとねチロルちゃんっていうね愛犬がいるそうですよ。プードルがねチロルちゃんって言うんですって。でチロルちゃんに癒されるのがねすごく嬉しいんですって。会いたいなーなんていうねいうふうに紙面上で語ってました。そういったお茶目な部分もあるんです。
でお母さんはね大好きな卵サンドを作っておくからねって言ってましたんで、ね、彼の好物はねお母さんが作る卵サンドであると思われます。で、彼はやはり性格的には負けず嫌いということとですね、あとね素晴らしいのが人を認めるんですって、あいつはこういうすごいところがあるってね必ず認める、これ小さい時からそういったところがあるそうですよ。性格いいじゃないですか、ね、人を認めるってことはなかなかできませんよね。ですからよほど自信があるか、ね、そういう育て方をされたかということなんでね、本当に素晴らしい性格だと思います。知れば知るほど大栄翔に対してですね興味が湧いてまいりました。同じ賢人といたしまして、頑張れよ大栄翔、ね、大関つかめよ、そんな気持ちでございます。ですからね今回はね本当に見事優勝しまして、私の中でもね突き刺さりましたよ大栄翔というね力士の名前が。ですから皆さんぜひね今後の大栄翔にもぜひ期待をしていただきたいと思います。今回はですね初場所2021年の初場所見事優勝を成し遂げました大栄翔についてご案内をさせていただきました。この辺りでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー萩野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー